福島第一原子力発電所事故福島第一原発事故による放射性物質の拡散事故発生当時の福島第一原子力発電所福島第一原発事故による放射性物質の拡散では2011年3月11日の福島第一原子力発電所事故による放射性物質の日本国内国外への拡散について衝述する以降 年表記のない日付は原則2011年のものである。この事故により日本各地、主に東北と関東の全域及び太平洋側の海洋が放射性物質に高濃度に汚染された。汚染の原因は大きく、大気中に放出された放射性物質と海洋中に放出された放射性物質に分けられる。大気中に放出された 放射性物質については、ベントのほか、爆発や破損による意図しない放出により、拡散していった。放射性物質は風光により、大半が太平洋側に放出されたとみられるが、3月15日や3月21日などには、各地に大規模に放射性物質が降下し、土壌、河川、海洋が汚染され、 各溶水、農畜水産物から放射性物質が検出されることになった。特に、福島県内は、航空モニタリングの結果からセシウム137の蓄積量はおよそ1ヶ月半で、最大1470万ベクレル、平方メートルとなり、チェルノブイリ原子力発電所事故の計測結果の340万ベクレル、平方メートルを大幅に超え、 ベラルーシ移住対象レベルの55.5万ベクレル平方メートルを超える地域が岩き市の北部から伊達市の南部にかけて広がることになった。計画的避難区域の飯舘村や桂尾村等の約1万頭の家畜牛の移送要請に対し24都道府県が受け入れを表明、食用牛として拡散出荷されることになった。なお、農水省による 検査対象区域外に移動した場合の移動牛と地元牛の分別検査の指示は現在出ていない。3月15日の大規模漏洩の拡散3月15日に広域規模の本格漏洩が始まることとなった。福島及び関東全県への汚染濃度から見ても大半がこの日に集中したと考えられる。実際に即した汚染状況を知るにはビスピーディによる 単位量ではなく、全量放出の計算を、より実情に沿った形で行ったデータが必要となる。大規模放出開始東京電力は未だ原因に、言及しておらず、3月15日午前6時に起きた、格納容器の 4G に、圧力抑制室が破損し、正門にて9時に、最大値11930シーベルト、H の高濃度の放射能が観測されたとしている。 しかし、この時間に放射線量が急上昇したはずなのに、福島第二や茨城県など他の場所ではそれほどの値の上昇が観測されず、むしろそのモニタリングのデータでは、およそ0時前後に大規模放出が起きたことが示される。また、その15日深夜の大規模放出時刻は、東京電力のデータからは不明であるが、アメリカ合衆国エネルギー省の資料に記載された。 正門のモニタリングデータを参照すると他のピークに混ざって東京電力の公式データには記載されていない例時頃の約1200ミリレントゲンイコール約12000シーベルト H のピークが存在するこの時間帯は東京電力による2号のドライベントが予定されていたが東京電力保安院員の会見によるとベント操作を行ったが 圧力変化が見られないため、結果的に大気への放出は行われなかったと発表していた。この日の流出に関する各地のモニタリングデータを時系列で並べてみると、以上により、福島第一以外のデータでは、0時前に何らかの原因により、大規模放出が始まったことを示している。2012年7月24日の東京大学の 藤新一郎准教授らの発表に関する記事によると、2号機に冷却用の水を入れられるよう、SR 弁が3月14日から15日未明にかけて3回以上開けられ、その度に格納容器内から放射性物質が大気中に漏洩し、それぞれ1時間後に福島第二原発に検出された後、15日午前中に関東地方に達した可能性が高いという。 同記事によれば、東京電力は、専門家の指摘は把握していないが、当時は、SR 弁を開けなければ原子炉などが壊れ、大量の放射性物質が漏れる、可能性があり、放出を抑えるために、SR 弁を開けたのは、ギリギリの選択だった。今後、放射性物質の漏洩の経緯についてはしっかり、検証していきたいとコメントした。これにより、 同社は放射性物質拡散状況と原因の関係を検証してきていないことが明らかになった。東京大学大学院の研究者がまとめた核合機の基礎データが2011年5月24日に発表されていて放射性物質拡散の原因研究の基礎となり得る物理データや原子炉の系統図等が掲載されている。関東への汚染埼玉市では一時期 空間線量率が毎時1.2マイクロシーベルトにまで上昇した。東京都健康安全研究センターが発表したデータによれば3月31日における東京都新宿区の放射線レベルは毎時0.109マイクロシーベルトであった。福島県への汚染南向きに吹いていた風が12時から15時にかけて西北西の内陸部へ風向きが変わったことにより 福島県全域が汚染されることになった。また、20時40分マイナス50分、文部科学省は、住民に、屋内退避指示が出されている、福島県浪江町内の福島第一原発から約20キロの、距離の山間部地点、川坊昼曽根、尺石の3カ所にて、車内外で、計測、195から330マイクロシーベルト、 地の放射線量を観測したと3月16日に発表。なお車の内外で観測地に大きな違いはなく、車には遮蔽効果がなかったとした。これは20から3 0トル圏内の初期モニタリングとして行われたのだが、山間部の教育の調査のみで街中は計測データが存在しない。そのことに対し、ホアインは、 管轄が文科省にあるので把握していないとした。2011年3月17日18日19日の3日間に、米国によって測定、公表された、福島第一原発を中心とする放射線汚染地図2012年6月18日と19日の朝日新聞と読売新聞の報道によれば、 2011年3月17日18日19日の3日間、米国エネルギー省は、米軍の航空機2機で、空中測定システムにより福島第一原発を中心に、周辺約 40km 圏内、地上高さ 1m における放射線濃度測定を行った。これにより、原発から、 北西方向約 30km まで放射線濃度 125C ベルト H を超えるなどの測定結果を得た。この測定結果に基づき作成された放射能汚染地図は在日米国大使館から外務省に電子メールで測定翌日の3月18日と20日に2回送られ、さらに外務省から放射線測定を担う文部科学省科学技術。 学術政策局と住民の避難範囲を決める原子力災害対策本部の事務局を担う経済産業省原子力安全保安院に提供されていたが原子力安全委員会や首相官邸にはこれら汚染状況の情報は伝えられず公表もなかった科学技術学術政策局の担当者は当時米国から提供されたデータを住民に避難に 生かすという発想はなかったと、朝日新聞の2012年6月の取材に答えたと、される。朝日新聞と、読売新聞の報道は、放射能汚染地図を載せている。米国では2011年3月23日、午前に放射能汚染地図などが公表された。近隣地域への拡散状況原発に近い地域ほど、放射性物質の浮遊、 効果が多くなったが、その濃度は、同心炎上ではなく、短時間に、特定の方向に飛んだことを示している。発電所周辺の汚染分布図多数の平行線は、飛行経路。ゴミ色は、なしか微弱の地域2011年5月6日に、文部科学省が発表した、航空機モニタリング結果では、高濃度地域が、独特の形をしていた。すなわち、 激しく放射性物質が放射された原因事象が短時間だったためにそれらの物質はその時たまたま風下だった北北西に流れた2 0キロメートル、3 0キロメートルと遠くなるにつれて左右に広がったが風が強かったせいか細い形状である濃い対流着地部分は主に原発から4 0キロメートル前後までであったが薄い部分まで見ると その先で南西に方向転換している様子が見て取れる。一方、南西方向にも3 0トル方向の細い筋がある。また、群馬大学教授の早川幸男は、福島県災害対策本文発表の線量データを等高線にして地形に重ね、さらに広域の福島の放射能地図を作っている。これから気流は山に阻まれて、 平地と谷を進んだらしいことがわかる。また、南南西方向にも広がりが見える。これは北西方向への強い広がりとは別の時間に拡散されたものと思われる。早川の福島第一原発から漏れた放射能の広がりの地図では関東における汚染の広がりが示され、水色以上の領域が東京都葛飾区にまで分布した様子がわかる。 焼却媒による二次的拡散首都圏では、ゴミの焼却媒について処分する場所がないことから、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県の一部の自治体では、同愛コシステムを通して、秋田県大館市の花岡鉱山跡やカズ郡小坂町の小坂鉱山跡地に埋め立て処理を行っているが、事故当時は、焼却媒の放射線量を計測しておらず、 薬剤処理の後に汚染されたまま埋め立て処分されていることが7月になって判明した。問題の発覚後、千葉県松戸市から搬入され、埋め立てられた小坂鉱山跡地では、副土、コンクリート、盛り土、射水シートなどによって対策が施されたが、定期的に行われる秋田県の放射線量の測定では2014年5月でも、依然として放射性セシウムが、 放流水と排水予定から検出され続けている。他県への拡散状況、NHK のまとめにある観測点では、北は青森から南は静岡までの主に太平洋岸の都県で3月15から16日と21から23日の2回、地上放射線量が大きく上昇したピークが観測された。東京都で見れば規模は 前者の大漏洩の方が圧倒的に大きかったが17日に値が落ち着いたのに対して当社の大漏洩は毎日続いている原発からの大気漏洩と地表に落ちた放射性降下物からの放射などのために短期間に減衰するようなことはなかった各地の到達時刻さらに文部科学省のまとめや各県等が発表している数値表やグラフによれば放射性物質が 各地に次々と到達していった。を示す、日本原子力研究開発機構が各地の施設で測っている放射線量をまとめたグラフによると、15日に中核融合圏と原子力科学圏に5時到達、大洗研究開発センターに6時到達、各燃料サイクル工学圏に7時到達、高崎量子応用圏に10時到達という急速な電波があった。 翌16日、20日に小、そして21日に大きなピークがあって、それぞれの波及状況が観測されている。拡散の速度と濃度上のデータのように、原発から遠いほど放射性物質の放出から到達までの時間が遅くなり、濃度が薄まり、時間で見た濃度のピークが潰れ、到達する時間も前後するという、地点ごとの実際の様子が記録された。 これによれば、原発からの距離から、あるいは、地上の風速と風向だけで、単純に比例計算できるものではないことが、明白である。第1原発から第2原発の、約1 5トルを、1時間から2時間で、放射性物質が届くこともある。本原発から東京までも、意外に高速に南化した形跡がある。 関東平野はかなり濃い状態で高速に波及したが、その先は遅くなった。薄くなりながらも、太平洋岸に沿って、香川県、兵庫県にまで影響が及んだことが、グラフで見て取れるまた、地形の影響は大きかった。阿武熊山地の形状により、運悪く北西部の山間にある平地に空気が、長時間流れ込んだ。また、 白川市と福島市に空気が回り込んだ。谷を伝わって内陸部に回り込むのには時間がかかり非常に薄まった。また山脈を越えて新潟県など日本海側に流れた様子はほとんど見られなかった。13日の状況は、飯舘村のデータが見当たらず明確ではないが、白川市と福島市には大量放出の影響がまだ、 この日は見られていないところに特徴がある。15日の状況は、茨城県なんかは早かった一方、白川市、福島市、飯舘村への到達は、風向の変化のせいか回り込むのに時間がかかったせいか、遅かった。しかし濃度が高く、ふんにも何日にもわたって影響を受けることとなった。データが語る、モニタリング体制の問題10分ごとくらいに、 測定できるモニタリングサイトのデータはきめ細かい防災に役立つ。緊急時震速報射の影響予測ネットワークシステム第2版などによる拡散予測技術の検証などの機体分子がブラウン運動をして窒素や酸素と衝突しながら対流、大気の渦、降雨、山や海の影響も受けて拡散する速度の計算モデルの改良方法並びに 住民避難指示範囲及び方法を検証する材料にもなる。今回は大量放射性物質の拡散事故を実測するという世界的にも極めて稀な機会であったが初期のデータには結束しているものがある。急遽観測機器を手配して稼働させたのなら良いが原発事故が起こった後で元々停止していた観測機器を徐々に起動したようなサイトが多い。 途中何日間も結束が記録され続けたサイトも見られる。特に福島県と宮城県の代表サイトは被災で停電や故障があったにしても肝心の初期に約3週間も放置されたため貴重なデータが記録、公開できなかった。福島県原子力センターでは福島県内約23カ所の放射線テレメーター測定値を 公開していた福島県原子力センターが3月12日昼以降機能を停止してしまった。放射能拡散の時間、地理、濃度を記録する最良の研究データになるはずであった。センターの所在地が原子力事故で避難地域になるなどとは想定されていなかった。福島県災害対策本部が発表している環境放射能測定結果、 検査結果関連情報から、サーベイメータや過半型モニタリングポストによる測定データは見ることができる。事故後の取り組み国立環境研究所の大原理、麻室長も、本原発事故による放射性物質の大気中の挙動を分析する研究を行い、これに関して、今後実施すべき取り組みを次のように挙げた。独立行政法人日本原子力研究開発。 気候は震災からほどない2011年6月13日東京電力福島第一原子力発電所事故によるプラント北西地域の占領上昇プロセスを解析している。ただし当時判明している事実のみから色々な過程を置いた研究である。福島第一原発を視察し浄化処理した汚染水を手にする菅義偉首相。 菅首相が飲まなかった海洋へ放出された。2020年9月海洋中に放出された放射性物質については高レベル汚染水を格納するために保管してある比較的汚染レベルの低い汚染水を意図的に放流した他に建屋内の配管及び亀裂から漏れ出した高レベル汚染水が意図せず放流されたことで拡散していった。 これらの放流により魚など水産資源が汚染され、それらから放射性物質が検出されることとなった。ポイントごとに部位を流すことが検討されたが、現在のところ実行されていない。汚染水の漏出2013年8月10日、東京電力は汚染された地下水の水位が流出防止用の水ガラス注入固化体による地中壁の上端を上回ったと発表した。 地中壁は、福島第一原子力発電所の海岸沿いに位置し、汚染水が海に漏出していることを示している。2013年8月20日、東京電力は、福島第一原子力発電所の貯蔵タンクから、ストロンチウムなどのベータ線を出す放射性物質を、最大1リットルあたり8000万ベクレル、放射性セシウムを、同14万6000ベクレル含む、 高濃度放射能汚染水が水系300トン漏出していたと発表した。河川等低出濃度及び周辺土壌の濃度3月18日、包括的核実験禁止条約機構は事故により放出された放射性物質とみられる少量のキセノン133がアメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメントで検出されたと発表したが、 アメリカ合衆国環境保護庁は健康に影響がある値ではないとした。3月21日、カナダ保健省は観測される放射能が西海岸のブリティッシュコロンビア州でわずかながら増加していると発表したが健康に影響が出る値ではないと不安が広まっている地区の住民に対し呼びかけた。3月22日、アイスランド政府は この事故により放出された放射性物質と推測される要素131がレイキャビークに設置した放射線監視センターで微量ながら検出されていたと発表した。3月24日、スウェーデン放射線安全機関は事故によるものと見られる要素131がキルナ、梅をストックホルムで検出されたと発表したが微量であるため環境に影響が見られるようなことは ないとした3月25日、ドイツ環境省は、ドイツ国内3カ所の大気から福島第1、原発事故の影響とみられる、放射性要素が、事故後初めて観測されたと発表したが、ごく微量であり健康に影響が出るほどの量ではないと、した。3月26日、3月27日、3月28日、3月29日、ありがとうございます。